デビッド・モリス・リーは極低温のヘリウム3の潮流動性の発見によって1996年度のノーベル物理学賞を受賞した物理学者である。リーはニューヨーク州ライに生まれた。両親はイングランドとリトアニアからの移民のユダヤ人だった。彼は1952年にハーバード大学を卒業しアメリカ陸軍に所属した。 コネティカット大学で修士号を取得し、1955年にイエール大学大学院の博士課程に入学して、ヘンリー・フェアバンクに指示した。イエールを卒業するとコーネル大学の教授となり、2009年11月16日にコーネル大学からテキサス A&M 大学に移籍した。既婚で二人の息子がいる。1972年、彼は、 コーネル大学教授のロバート・リチャードソンと大学院生だったダグラス・ディー・オシェロフとの教著のヘリウム酸の潮流動に関する論文を発表した。彼はまたジャック・フリードとともに水素原子の核スピン波も発見した。彼の研究グループは現在不純なヘリウム個体に関する研究を行っている。彼は ヘリウム3の潮流道の発見の業績によって、ロバート・リチャードソン、ダグラス・オシェロフと共に、1976年に、イギリス物理学会からサイモン記念賞を授与され、アメリカ物理学会からオリバー・バークレー賞を授与、されている。3人は1996年度のノーベル、物理学賞を受賞した。リーは、全米科学アカデミー及び、 アメリカ芸術科学アカデミーの会員である。ありがとうございます。